おお、若い。ハンバーガーだね。すごいですね。すごいな。ファーストダイナミック。ダメだね。それこそビートルズ世代なんで、ビートルズとかモンキスとか、まあ、そういう世代ですね。ローリングストーンズとか。ああ、こういう感じですね。まあ昔もでもこういうのがありましたね。あの、違和感はないです、そんなに、うん、聞いてても。おお、若いヤングマン。いや、すごい、そういう意味ではじゃあすごい、うん、レベルとしては高いと思います。いけるんじゃないですか。すごい痺れました。みんなが歩んできたビートルズとか、ね、もういろんなオーランカとかね、誰がいたろう、今はたくさん、うん、今でも古い曲を聴くと思います。新しい曲はついていかない、うん。多いじゃん。いや、若いね。パワーがあるね。ちょっと古めのクイーンとか好きですね。あんまり新しい音楽聴かないですね。すいません。あ、まあノリはいいんじゃないですか。何ですかこれ、あのエルヴィス・プレスリーがまた蘇った音楽ですか。代々木パークで、あ、日曜日にあの踊ってるロカビリティの人たちみたいな人。ないです。本当ですか。ちょっと前の写真。ちょっと前、18年ぐらい前ですか。はい、友達今全員16歳。すごいですね。すごい迫力です。Honestly, I the whole day I listen to radio and I just listen to the songs, but I'm not sure which bands they play. So, yeah.Fast, dynamic, going ahead. I think on a live concert this would be very nice. What? Really? They are very young, or not? Okay. I mean the voice was very deep, but...Okay. ロックはあの、まあ、ゼッペリンとか古いところでピンクフロイドとかもそういうのは好きですね。あ、ちょっとこの70年代のちょっとこうサイケな感じを彷彿させる、このちょっと若干ジェファーソンエアプレーン的な、このちょっとこうなんですかね、もやっとした感じがいいですね。ちょっと懐かしい感じで、泥臭い、ロック好きの人かなと。声は若いけどアラフォー。それすごいですね。本当ですかこれ。いやー、ちょっとびっくり。ザ・ストライプス、おすすめです。